ポムポムボムがすごく強い。そしてすごく言いづらい。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで今回はこのセンタービルの中やね。お、ボタンを押さんでも入れた。お、なんだなんだ、これは一緒に来たのチョーラたちかな。全然人間はいないけど、ビルの中に人間の姿はなかったらしい。彼らはどこに行ったのであろうか。でもなんか音楽が楽しそう。ビルの機能がまだ生きていたことから考えて、人間たちがいなくなったのは最近だぜ。じゃなきゃここはもっとボロボロなはずだ。ほら、あの機械とか新品同然だぜ。何のための機械やろ。ちょっと調べてくるぜ。どうも気になるからな。お、なんかうずうずしとるね。ここが新たな拠点になるってことかな、ウッドパークから。やれやれ、仕方のないやつだ。だがあの機械には読む興味があるな。すまぬがあいなよ。エースの様子を見てきてくれぬか。ユタちは他の場所を調べてみよう。エースを頼むのである、あゆな。オッケー、いいねいいね、明るい場所。お、なんか近代的だ。やっぱり、うん、すごい私好きだ、ここの雰囲気。音楽も好き、かわいい。人間さんの姿がないと超寂しい感じがしますわね。人間さん。羊はどこ行った、羊は。え、いないぞ。奥さんしかいないけど。ああ、いいね。あそこうろつき夜は。キングのご命令で、このセンタービルに住むための準備を進めております。お、やっぱり拠点がこっちに移るんや。人間たちが戻ってくるやもしれません。それまで街を守りたいとお考えのようですな。なるほど。お、なんかガラスはちょっとひび割れとるけど。お前とあの時出会わなかったら、オイラたちは今ここにはいなかったちょ。アユナとの出会いは、まさに運命の出会いだったんだっちょ。まあまあ。いいね。綺麗だわ。で、エースは一体どこにいらっしゃるのかしら。なんか超のっしのっし歩きよるけど。ごめん。喧嘩を売ろうとした。エースのやつ、あっちの機械に夢中だちょ。後でオイラも触らせてもらうっちょ。触らせてもらえるのかい？あ、ここだ、ここだ。ふんふん、なるほど、なるほど。これは、これは。ははーん、そういうことか。ってことはだ。何？喜べ、アイナ。この機械、おめえの強い味方だぜ。何？こいつはモンスターマスターが使っていた配合装置って機械みたいだぜ。おー。え、でも、ウッドパークにもあったよね。この装置は魔物と魔物を配合して新しい魔物を生み出せる。うまく使えばおめえの仲間をどんどん強化できるってわけだ。早速動かしてみようぜ。俺はここで準備しておくんでな。おめえはその間にキングから装置を動かす許可をもらってきてくれ。あ、許可がいるんや。じゃあちょっと。キングー。はっ。後ろから失礼いたします。へい。あの機械を動かしたいよ。魔物と魔物を配合する？なるほど、そのための機械だったか。そちの助けとなるのなら、やめさせる理由はないのである。早速試運転を。お？おお、なんだなんだ、崩れるんじゃない、ここ大丈夫？ぬお、何事であるか。え、大丈夫？ガラ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 ってならん？キング、大変です。ビルが揺れておりますぞ。それはわかるよ。一族の者たちも怯えております。いかがいたしましょう。ふん。原因がわからなくては、対処のやりようもないのだが。いや、原因ならわかっているぜ。最上階にある機械が振動しているんだ。そのせいでビル全体が揺れてるようだぜ。揺れはこの後も続きそうだ。これじゃあ装置の試運転どころじゃないぜ。エース、なんとかできるであるか？エレベーターを復旧させれば調査はできる。だけど、上には魔物がいるみたいでよ。アイネが護衛してくれるなら、機械の様子を見てくるけど、どうする？どうするって言われてもね。うん。万事任せるのである。エース、そしてアイネよ。じゃあまあ、行くか。ナビマップの左にあるエレベーターのロックを解除するから、それで上の階へ行こうぜ。ナビマップの左？エレベーターへ向かえ。これか。エレベーター。エレベーターが動いている。利用しますか。ほい。お、
う怪しげな音楽に変わってしまった。さて、下調べによると最上階に行くためには、おし、あったあった、あの扉だとあるな。あの扉の奥に階段がある。そいつで上の階へ行こうぜ。最上階までエレベーターは続いていないのか。階段ね。ぬぐぐ、開かないぜ。どうも鍵がかかってるみたいだな。その鍵はどこへ。こいつは解除するためにカードキーが必要な扉だぜ。あゆな、まずはカードキーを見つけようぜ。おお、後ろに。うひぃ。ああいう魔物がいるから気をつけて探そうぜ。俺はおめえの後ろおっかなびっくりついてっからな。おっかなびっくり。まあまあ大丈夫だよ。じゃあちょっと、乗るモンスターを変えていこう。あ、ここじゃないや。今回はキラーパンサーに乗っていこう。オッケー。ん？あ、違う違う。オッケー。よし、これで。おお、見慣れた感じになった。やっぱ動かしやすいよね。宝箱、カードキーを探すんよね。152ゴールド手に入れた。そして石ころ。わー、来た来た。メタルハンター、あ、グレムリン。いいねいいね、グレムリンスカウトしよう。はい、いけるかな、スカウトアタック。あー、結構厳しそうかな。あ、でも50はいけそうやね。おっしゃ、どうだどうだどうだ。やった、スカウト成功。グレムリンのグレ、グレそうだ。よし、これでオッケー。え、ちゃんと捕まえれよるよね、あれ。あ、びっくりマークちゃんと一応ついとんや。ウェイ、なんだなんだ、何かに触れてしまったぞ。赤外線センサー。さあ、戦え戦え。みんなやっつけてしまえ。なんなんやろうね、今の。恐ろしいんだけど。何かが発動したんじゃない？モンスター集まってくるかな？頑張ってみんな。キャド。ほら、機械だから特に熱とか、あと冷えには弱いはずだ。ん？あ、ベビーパンサーまだか、ギリギリ。お、今のピコンピコンっていうのはもう終わったの？魔導の力を5個手に入れた。これは何？なんか知らんけど、自販機的なものが。これは？お、カードキーアルファを手に入れた。何アルファって。他にもあるの？一個だけじゃないんかな、もしや。こっち側は？こっち側には、あ、なんか、宝箱ある。イカズチの玉を手に入れた。おお、なんだなんだ？なんかいた？お、ポムポムボムじゃん。ちょっとスカウトしようっと。さあ、スカウトアタック。はっ！ダメだ。めちゃくちゃ弱い、私。ああ、全然ダメだな、これ。さあ、頑張ってやっつけよう。っていう風にもう速攻で方向転換するよ。ああ、もう二人がかりでやめて。強っ！こいつらは本当に強いぞ。頑張ってみんな。頑張るんだ。マジックポイントとか消費じゃない。吸収されていかないで。炎の方が効くんだな、氷よりは。いやー、強いよー。あー、やめて。ポムポムボムがすごく強い。そしてすごく言いづらい。ポムポムボム。ポムポムプリン的な。最近ポムポムプリンよく見かけるよね。何周年記念とかそんな感じやったっけ。ベビーパンサーがやられた。ダメー。あ、ベビーパンサー今回のレベルが上がるはずやったのに。おっしゃー、あと一匹。よし、やったね。ここはいいレベル上げの場所だぞ。鉄くずを手に入れた。パープルアイを手に入れた。なんか知らんけど、いろいろ手に入れたよ。よーし、みんなレベルが上がった。そして、なんかここにもセンサーがあるね。よし、うわ、なんかすごいゆっくりとぶつかってきた。さあ、やっつけろー。もうゲットしてる奴らは。ゲットって言うんかな、ポケモンじゃないけんね。仲間にした奴らは、やっつけてしまおう。
爆裂剣。ポムポムボムをスカウトしたいんだ。だからちょっとレベルを上げていかなければ。そうだよ、ベビーパンサーの体力。あ、そっかそっか、多くはホエミを覚えてんだよね。あとはもう一匹多分スライムが覚えとったんか。お、スタンバイモンスターのレベルが上がった。イエーイ。んで、こっち行き止まりか。なんだ、行き止まりかよー。は。避けまくる。ジャンプで避けまくるやつ。よーし。さあ、その2匹なら大丈夫だ。やっつけよう。え、あとはもう帰ればいいだけかな。帰る？どこに帰るんだ？あのカードキーが必要って言った場所に戻ればいいだけかなと。おお、危険だぞ。ベビーパンサー耐えてくれ。そしてちょっと多く回復してくれてもいいんだけどね、別に。よし、ベビーパンサーのレベルアップ。よし。そして、こっちじゃない、こっちだ。この辺センサー。はっ。おー。なんかめっちゃ倒れてた。めっちゃ倒れてた上に普通に当たった。意味ない。お、ベビーパンサー回復してるじゃん。あ、そっかそっか、レベルが上がったからか。レベルが上がったから体力も満タンになったんだね。ん？レベル上がった時って体力満タンになるよね。満タンじゃないんかな。よし、あっという間にやっつけれる。オッケー。鉄くずを手に入れた。そして、あ、びっくりマークはここやね。てこ、ん？これは？どうやって行くんだこれ。はあ、とりあえずここ越えてくやろ。よいしょ。ん？あっち側？違う、こっちだな。こっち。え、なに？どうやって行くのあれ。お、謎なんだけど。とりあえずあの、カードリーダー、これ。こっちだっけ？カードキーアルファでドアのロックを解除した。おーし、進める。これで。なんか宝箱ある。157ゴールド手に入れた。のちおらは本当についてきとんだろうか。全然何の反応もないけど、扉を開けても。お、悟り草を手に入れた。おー、びっくりした。なんだなんだ。たどり着けるのだろうか、私は。結構さまよってるような気がするんだけど。ていうかモンスター多いよ。センタービル、同じセンタービルの中なんやろ。ちょっと上の階に上がった途端にもうすごいモンスターうじゃうじゃいるんだけど。まあセンタービルの外にもおるけんあれなんやけどさ。あ、ここだけすごい平和なんやね。なんでやろ。ほい、ベビーパンサーレベルアップ。あ、ルーラポイントある。やった。ルーラポイントを起動します。これで楽になるね。ルーラの行き先に崩落都市センタービル30階が追加された。んで、ここ行けばいいんかな。ん、なんか始まった。揺れの原因はこの奥にあるはずだね。で、ここも鍵がかかってるな。仕方ない、アユナ。またカードキーを探してくれたぜ。また？カードキー？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。